エゴイスト。はい、ジャメン。うわー、キーロー。マジ？スロットが168台しかないんだけど、なんだかんだ言ってね、多少空いてると思うんだよね。あー、とんでもないことになってる。あー、ジャグラー以外無理か。空いてないっすね。新鬼2打ちたかったな。いっつもパチンコ打ってる。ここでどうすっかね。もうリゼロは飽き飽きだ。ユニコーン打ちすぎか。あー、ワンパラあるよ。センスがいいわこの店。よろしくお願いします。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感機ワロスです。本日は兵庫県姫路市にございますプレイブランドフェニックス姫路駅前店にてワロスのレオチ。俺打ちとは俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。で、朝一取った台はワンパラですね。打っていきたいと思います。いや、このゲロアマ台空いているとは思いませんでした。しゃぶり尽くしたいと思います。まあ、ただね、99分の1の台なんで、さすがにね、ある程度満足したら台は移りたいと思います。ワン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 パラダイス。まさかのワンワンパラダイス、フル稼働でのスタート。この店も朝一ワンパラが前代埋まったのはいつぶりでしょうか。そうですね、朝一は一旦ワンパラで1万発出してから移動します。はい。おー、ガルルなったわ今。おーっと、さっき読んでる、これはね、ちょっと警戒態勢。なんせ99分の1だから。はい、スズメ激アツね。熱い、これ熱い。まあ、僕もこの時点でハンドル右に回しちゃいます。はい、1-2ダブルリーチ。走ります。え、今の外れんのえぐいわ。今の読みで外れるんだ。俺が浅いのかワンパラが深いのか。はい、頑張ります。あー、当たった。ウェイ、ナイスナイス、グラッツ。投資1万円、143回転。あら、皆さん、1万円で143回転って回ってないやんって、ぼったくりやんってみんな言うじゃん。あのね、ごめんね、あの天ネジのワンパラが回る店なんてもう全国的に世界的にないんで、別にこの台が回らないからといって何も悪くない。50回転以内に99分の1引けたらもうラッシュよ。究極最強特化ゾーンに入ります。まあ、ここで求められるのは腕力、犬力で腕力。残歩まで諦めんなよ、全然あるよ。ないか。俺読んでる、連打来い、チアは来い。こう来た。どうってなんだよ。猫ニャングオッケー。さすがにもらいました。勝てる勝てる勝てる。182匹。はい、ナイス。112回転、投資が14,000円。まだ帰ってくる。ダッコー。下品中は別に追われないよな、赤堀。犬界でもいじめが行われている。なぜいじめがこの世からなくならないかってことについて今日語りながら実践していこうか。まあ、その前にラッシュだな。いくぞ、ワンワンラッシュ。99分の1。落ち着いた。
ちゃってるよね、ワンパラのいいところ。ワンラッシュゲット、ワンラッシュスーパーラッキー。朝から元気出る。どうしたこれ、どうしたこれ、V スタンバイ。いや、みんなはこれを見て打たずにいられるのかっていうね、神曲なんだよな。ワン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 パラダイス。ここ見て、この保留ね、さらに保留連したいから、俺はねさらに打ち込んでいく。走れ、うーん、4ラウンドか。かわいい、これ誰、これこの犬がかわいいな、これがいいわ。何分だったっけな、結構あるよな、50回転で31分の1、結構継続するよな。あーあーあーああ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 あ。いやいや、6ラウンドでした。スレイ7だ。これ下品犬、下品チワワ落ちんぞこれ。あった、写真撮っちゃう。これ10ラウンドじゃない。わあ、6ラウンド渋いね。7の先読み、9の先読み。あ、はい、あ、来た、こっちの動画。おい、あ、甘えるな甘えるな、いきます。うわー、ピンク猫のタン君、いいね、キュイーンっていったね。あ、これ10ラウンドだ、来た、思わず取っちゃいました。これも止まらないわ、入った、本当の新ワンワンラッシュ。くー、なんだこの犬は、見たことねえ、クマみてえな犬来た。すごいぞー、4点敗か。おー、クマ、はい、ナイス、走った、ゴー。うわ、2回連続来た、これ、これプチューン来ますよ。マジ受ける、ワン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 パラダイス。もうここでねピッチを上げてるというかね、たまらないよね、この曲の構成がいい。これ結構10年後にはもうクラブの定番になってるんだろうな。残酷も諦めんなよ、全然ある。猫軍、ニャン軍来たぜ、同時に当たりますね、これ熱いね。い、同時に下品チワワ来たら激熱っすよ、俺帰るんで戻したら。あ、いい、走る、おい、ナイス、いい流れ。持ち玉3000玉あるんで、これがしっかりラッシュに入ればまくれます。92回転ありえないテンション感で打ってあります。うわー、出たよかったっすね。え、いくら使ったんですか、帰ってこんすよあ、来た、ダブルでラッシュ入るじゃんこれ、止まれ、あー、大概にせ、
外れた。外れちゃいかんて軍は。最後のチャンス。もう2回連続は痛いな。弱い、腕力足らないわ。まあラッシュ入ったらな、1万発2万発夢じゃないからな。しゃあねえか、リスクとリターンだな。はい、頑張ります。いただきます。わお、チンチンした。バビロン捕まえたわ。さすがにバビロン早い。56回転。いや、むしろ惜しい。いけたら、チターン戻し。まあいいわ、よかろうよかろう。着実にまくりな道を歩んでいる。ピーダブル、視野は回った。わーはー、来た。いい子だー。わー、やってくれたわ。ナイス。これでラッシュ。なんて面白いんだこの楽しさが。99分の1味わえると。なんだこれ、パチンコの完成形だ。パチンコの到達地点。さあ行こう、20連できるから20連。うん、マジか。駆け抜ける可能性出てきている。ありがとう。来てる、圧来てる、圧だ。危ねえ。残り10回転でした。あーあーあーって5人だった。よし、危ねえ、本当に危ない。耐えたな。え、マジダメだって ST 中。え、2連続。いや、これ当たったらもう何、演説とは新ライブとまでなっちゃうよ。止まれー。うわ、きつー。もう1回。あー、熱い。先読み2回入ってる。寝た寝た、チワワが寝た。頼む、ニャン軍来ねえ。ダメか、ラッシュ伸ばせない。弱い大人だ。この動画を見てくれてる方もね、親で子供がいる方も多いと思うわ。子供がね、犬飼いたいっていうわがまま言ってると思う。この動画を見せてほしい。まあ、犬の可愛さ、飼育の大変さ、そしてね、命の尊さをね、教えてあげてほしい。この動画を通して。マジ指導でこんなんあんの。マジこれ絶対に3パーの10ラウンド確変じゃないのこれ。えぐ。あ、これザワールド入るわ。そして時は動き出す。これもうね、海マニアはみんなザワールドと呼んでっから。あ、全然6ラウンドラスト。弱いな、腕力不足。そう考えても弱い、弱いオスやで。回った、マジこれ残保留。当たったわ。見えねえか、この木に見えるようにしとく。いくよ、ジャンジャン君。ない。え、回ったけど当たるよね、残保留で。止まれ。うわ、来た。残保留戻し、ギリギリ間に合いました。神神、54回転マジなスーパーラッキー。ガチだから楽しいんだよな、マネジは。そしてまくりました。完璧な形でまくりました。はい、来ました。方向すれば激アツ。こんなね、 ST 中方向しないわけないから。おい、泣けよ。泣いたー、激アツ。サイ、あー来てる、嬉しい。ブチュンってことは、あいー、かわいい。あー、たまんねー。しぶさにほくろがあるんだ、マジ。うーわー、やば。2連続暗転来たわ。この動き見てみろ、ベで終えるか。最高。うーわー、天敗落ち、えぐー。ザ・ワールド。え、
おもろい冗談するやんけ。おはい、残り3回転でした。止まれ、あ、マジ奇跡。オッケー、吸引ユーター走んない、燃えた目が、おはようグラッツ、吠えろよ、吠えたグラッツ、すごっ。いや、ぶち切れるとこあった今、早くやば、50回転最後の1回転でした、えぐー。いいね、ドックス、うえい、残り2、最後まで諦めんな、ラストで先輩あるぞ、いけー、あー、ダメか、ラスト当たんねえか、いや、すごい、いい汗かいた、もう整っちゃってるわ、あと持ち玉が1万発超えてだいたい1万500発あります。おそらく今日この時間帯だったら俺ワンパラ日本一だと思うわ、一番出してる。ユニコーンのスロットが空いてたんで移動します。ただかなり地獄のようなユニコーンだったんで、どうだろう、設定はないけど余剰金があるんで。はい、ではね、ガンダムユニコーン、グラフはこんな感じ、まあ、地獄のようなユニコーンだね、4万円くらい飲んでます。で、さっきの1万発があるんで、まあ気楽に打っていきたいと思います。とか言いながら万枚狙う、この白7を狙ってスイカまで滑ってきたら NTD、うん、これでスイカもフォローするっていうのを聞いた、あとは引き落とし頑張れよっていう知識しかない、十分ステップアップ4。はい、今日っすNTD、 あの初めてだからわからない。あ、バナージチャンスが1ゲーム完結のチャンスゾーンっていうのは知ってる、どうぞ。すごい、おめでとう、おめでとう。じゃあ俺もおめでとうってコメントに書かれちゃおうから、いくぜ。赤7が揃えばラッシュらしいわ、これで揃うか揃わないかで僕のね、このガンダムユニコーンとの相性決まっちゃうよね。はい、最高。なるほど、面白い、やりましょう。これで当たれば投資3000円だ、グラッテキーボー、初キーボーいただきました、それいい、ナイス。まさかまさかの投資3000円でユニコーンラッシュゲットと、相性鬼、もう今日引き強すぎるわ、何言っても負けねえ。ラストゲーム、え、終わり、あ、でこれで戻せばいいんだ。じゃあベースゲーム決めます、最低4ゲームらしい、1、2、これ無理じゃねえか、4ゲームベース、あ、延長パターンもあり、なし、やってみせる、9.3 分の1、了解、いいんじゃないの、止まれよ、ラスト、あー、なるほどね、把握しました、ハロ、オッケーオッケー、分かりました、そうやって伸ばしていくわけね、了解です、来ました、バナーチャンス、いい時の自分、ランクアップとかあるの、いい時の自分、決まった、まあ、外さんでしょう、挟んだ、勝手にやったら失敗した、勝手にやった今俺、1ゲーム完結のチャンスゾーン、やっちゃ嫌だね、反省はいい時の自分を使ったこと、揃えよい、危ねえ、452ゲーム、いやもうチャンスゾーン1ゲームだからね、もうハマりがねより辛く感じんだよな、投資が31,000円、まだ参る、いきます、パネル消えとります、見えますか、
もう見えなくてもいい、俺だけ楽しんでく、エゴイスト、はい、ちゃめ、うわー、キーロー、マジ、うわー、えぐー、あー、うーん、つったわ、このチェリーはグラチェリーだ。あのグラチェリーってスロット人生で3回くらいしか経験できないんだ。その3回のうち1回が来ました今。見ればチャンス、またレア子役引かないとダメかな。いけ、それ上乗せ、まあ、こんなもんっぽいな。しかし115ゲームあります。また奇跡大きいんでしょう。俺のナビが赤い。見ればチャンス、クラッチ、いい時の自分、おい来た、マジ、おい行くぞい、ジャックのチェイ、おい、フルフロンタルバトル、絶対ワルプル、え、ワルプルっすよねこれ、なるほど、わかりました、あの全然ワルプルじゃなかったっす。よし、行きます、やって感じます。あ、なるほどね、レベルを上げろと、ね、覚醒ハイパーとかなんかあったな、2分の1みたいな。まあいい、やりながら感じる。あれ、これもう終わり？聞いちゃうよね。しかも今日それはうまい、プルランド、プルランドで今ニュージーリスタートで、レベルアップ確定、1個上がったわ、お願い、よーし、熱い、レベルアップ、レベル5まで来た、来たろこれ、やばい、残り2ゲーム、よーし、いきなり2分の1にしてとユニコーン、残り2、ラスト、むずない、これむず、バトル4のプラス30ゲーム、いや、やりきった音すんな、来てる、おー、チャンス目、え、なんもなし、じゃあ早かったな、カノケも4ゲームじゃ無理だよな、オッケー、3プラス赤、マジこれレアっ子だろ、田辺京地でジャックだけど5ゲームアップ、ラスト、10ゲームあればぶっ壊せるけど、まだ乗せられる、うわ、うまい、13ゲームはぶっ壊れんぞ、しかもこれはすごいぞ、16ゲームこれはぶっ壊せるわ、来た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 、自己ケーキ、継続率何パーになるんだよこれって、 90% くらいあんだろ、これ、あれ、やばいこと起きてる、あ、まだ焦んなくていい、え、これやばいってマジ、青はな、青はな、
青はな、やべえぶち切れそう。残り3乗せないし、え、16ゲームする。ラスト、え、切れそうなんだか、マジ切れそうなんだか、え、16ゲームだよ。もう1回ラッシュ見てやめるわ。耐えた、いきます。あれ、フルフロンタル、奇数値さん、マジで意味ねえ。そんなことよりもカノケモだ、やめやす。はい、店内状況、この番長ゼロが5000枚くらい出てるかな、5900枚、素晴らしい。あ、ありがとうございます。え、なんか出ました、しごろ確定の多分6の番長ゼロ、素晴らしい。2個隣も番長ゼロ、今日5000枚出ております。まあ上でしょう、ありがとうございます。その2個隣も勝ち盛り1箱と8箱、ここねめっちゃ入るんだよね、2700枚で、このオレソラが2800枚で、こちらの変異鏡が56確定出ております。こちらが5000枚出ているバルブレイブ、あ、でこちらの RE2 が56角出ております。素晴らしい。隣もいい感じだね、3300枚ピーク出ておりまして、その隣も3箱、隣も1箱、ワンチャン前代あってもおかしくない。でバイオセブン、この方が2箱、隣の方も絆2は、3000枚、こちらの角にの絆2は3500枚、新鬼2、1箱、半1箱、2900枚ピーク。でこちらの幼女戦記が6角出ております。ただかなり苦しい、朝一6角でした。こちらのマイジャグラー5、2800枚出てますね、素晴らしい。こちらのマイジャグ5も2686枚、素晴らしいね。こちらのファンキー2は合算96分の1、ビッグ29回、レギュラー18回、素晴らしい、3600枚出ております。まあ、といった感じでバラエティもこういう風に箱使われてるんですよ。168台しかないんで、抽選さえ勝てれば高確率で積もれちゃうようなホールさんだと思います。はい、でワンパラジマプラスで終えてまして、隣の台も、まあ、プラマイゼロで、左隣もプラスで終えてますね。おそらくこの3台全台系だったかなと思います。以上です。はい、実戦終了、お疲れ様でした。はい、収支発表いきます。投資トータルで31000円、回収合わせてこんな感じ。ユニコーンは少し流したね、ないと思う。アマデジから始まって寝台のスロット打って終わる動画、反省はしている。ただ分かってほしいのは、ユニコーンガンダムとワンパラどっちが面白かったのって。どっちも面白い。でユニコーンガンダムなんだけど、僕も結構気に入ってはいるんだけど、芝生くん、マジで芝生くん、ユニコーンガンダム食らっちゃってるんで、設定度外視でも打ちたいってなってるくらい今ユニコーンガンダムに続行してるんで、これからね動画上がってくると思うんで、ユニコーンファンはね楽しみにしていただければと思います。そんなね、若いスロッターもヤバいパチンカーも満足させちゃう僕のスケジュール、こちら。遊びに来てくれた方にはワンパラも撤去されちまったよステッカーを配りしております。ぜひもらいに来てください。といったわけで今回はですね、いやー今回の立ち回り予想できなかったわ。次回の立ち回りめちゃくちゃ楽しみだよ、もう寝れないよって思った方はチャンネル登録とグッド、そしてツイッターフォローしていただければと思います。まあ、いつもこういう風に流れるように言ってるけど、本当にツイッター登録してほしい。では今回これで終わりになります。次回もご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあね。